ピンポン。おはよう、ルイス。遅かったな。早う朝ごはん食べへんと学校遅れるで。うん。行ってきます。今日の部活でゆかりとゲームするんや。応援してな。へえ。え、ここの公式は。お昼どうしよう。また一人で。葵ちゃん、一緒に食べる。また来たなギャル。葵、友達できたんやな。葵、物質行くで。うん。今日はゆかりと昼飯食ったんやな。あいつがまたアホでな。へえ。ピース、うわ、アホ。なんやお前。うるせえな。聞くとは静かにできんのかお前らは。たく。なあ、葵ちゃん。ん？葵ちゃん、頭から曲が離れない。イヤーワーム。イヤーワームとは、歌または音楽の一部分が頭の中でひたすら反復される現象のことである。これが発生する原因について詳細は分かっていないが、アップテンポで刺激的だったり、癖になりそうな曲はイヤーワームを引き起こしやすい。この現象を止める方法として、アナグラムを解く、好きな曲で上書き、ガムを噛む、などがある。イヤーワームは無意識化で発生するため、意識を何かしらに集中することで発生を防ぐことが可能だ。ぜひみんなも試してみよう。そうだ、別のことに集中すれば、イヤーワームは止まるはず。まずはアナグラムを解いてみよう。どんな単語がいいかな。ああ、今のするや。書けばいいんですよ、書けば。ふむ、卑怯な行為、サーティープレイ、でいきますか。前半のダーティーを入れ替えると。こうだ。キラー。そうそう、そこの輪っかをくぐればポイント入るんですよ。へえ、輪っかとかいいから、やめて。ポイントゲット。気持ち良すぎだろ、やめろー。アナグラムはダメ。もっと簡単に気をそらせそうなものは。あ、そうだ、スマホでも見て意識をそらそう。ツイッターで情報収集でも。グッドレンド上がってやがる。こっちがこれのせいでこんなに苦しんでいるというのに。ツイッターはダメだ。もっと強制的に意識がそれるようなものは。そうだ、ガム、ガムを噛もう。ただガムなんて普段食べないからな。誰か持ってそうな人は。あかり先輩、ん、どないしたん？ガムとかって、持ってます？ガム？ああ、お口寂しくなっちゃったんか？じゃあこれあげるわ。はい、はい。これは、マンガ肉。なんでですか？いやほら、お口寂しくなった時って、マンガ肉で紛らわしたりせえへん？ダメだ、ガムの概念が違いすぎる。先生、バッタならありますけど。すみません、食べれません。姉、貧血やじゃそんなもん買う余裕あるか？うざいな。ついなちゃん、謎の生命体なら。終わった。もうダメだ。おしまいだ。おーい。いや、待って。何か引っかかる。すごく、大事な、重要なことを忘れてる気が。ギャルー。あれ？どうしたの？葵ちゃん。ギャル、ごめん。ガム、持ってる？持ってるよ。申し訳ないんだけど、一個もらってもいいかな。ああ、ガム最高。よかった。やっとアッカと T だから解放される。うん、これと勝利。完璧な勝利ですな。うん。どこやったかな。はい、どうぞ。ガム。ミントージはどうした。ごめんねギャル、せっかくガムくれたのに。うん、様子変やで。葵、なんかあったんか。実は同じ曲が頭の中でずっとリピートされちゃうの。なるほど、イヤーワームね。ちなみにどんな曲がリピートされてるんや。それはクラシックですね。お、おっしゃれ。なんとかする方法。あと残ってるのは、別の曲で上書きするか。皆さん、好きな曲とか、最近ハマってる曲とかあります？うん、急に言われるとパッとは出てこんな。あんま曲聴かないんですよね。そうですか。そんなこともあろうかと。こんなアイテム用意してます。え、逆に直近でハマった曲可視化くん。何それ？これは、人が直近でハマっている曲を可視化するアイテムです。使い方は簡単。これで人を撮影するだけ。そうすると、映った人の頭上に、直近でハマった曲が映し出されます。それはすごい。待って、それって、私がティーダにハマってるからバレるってことじゃね？ちょ、待った。はい。一人同士がいる。葵のハマってる曲ってクラシックだけど、ゆかりも同じ曲にハマっとるけど、それは、クラシックですね。どう思えてもクラシックだけど、そっか。